ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回ご紹介するお店は浜松ごみ発信さん、浜松餃子がね人気のお店ですが、今回いただいたのは地元の方激推しのこちらの一品。はい、というわけでご覧いただきましたごみ発信さんの、もうね餃子チャーハンと五目焼きそばいただきました。もう特に五目焼きそばめちゃめちゃうまかったですね。実は今回この浜松在住の方にもうごみ発信さん行くんだったらね、あの餃子とかもちろん全部うまいけど五目焼きそばだけは食べてということでいただいてきましたが、めっちゃうまでした。なんていうんですかね、自分そんなに五目焼きそばね普段食べないですけど、あれネーミングの統一あるんですかね、こう柔らかい麺だったり硬い焼きそばだったりいろんなタイプあると思いますが、こちらのはいわゆるこの生麺とか柔らかい麺をよくね焼いているんですけど、それがね片面焼きというかなんていうのか、あの柔らかい部分とパリッとしたおこげの部分がね結構いいバランスで入ってまして、これがもううまいし、なんせこのあんの味付け最高でしたね。もう最初麺に行く前にあの野菜にねあんがたっぷりまとっているところを食べただけでうまっと思いました。はい、というわけでこのごみ発信さんですね、まだ行かれていないという方はもちろんですが、よく行くけどこの五目焼きそばまだ食べたことがないという方もぜひぜひ一度食べてみてください。激うまでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。